トレント、モデル、女優。女性アイドルグループで、運搬組、インクの元メンバー。東京都出身。電搬組、インクでのキャッチフレーズは、宇宙をかける金色の異端児、担当色は紫であった。個人事務所、スプレマシー所属。東京都出身。三人兄弟の長女で、幼少期は、おじいちゃん、おばあちゃん子であったという。 父親はプログラマーであり、自宅にパソコンが複数台あった。本人も当時からスーパーファミコンでファイナルファンタジーなどのゲームに興じていた。ゲーム以外にも体を動かすことが好きでピアノ、水泳、バレエ、池花などの習い事をしていたという。中学校入学後はバスケットボール部に所属して部活動に励む一方、ネットゲームのラグナロクオンラインにのめり込んだ。 画家であった祖父の影響で絵を描くことが好きだったことから高校は美術科に進学し卒業後は美術系の短大に通っていた専攻は油絵短大を卒業し登録制のアルバイトをしていた時期電波組インクの衣装デザインを手掛けていた知人のイラストレーターに誘われ2011年10月21日にアーツ千代田において開催されたミーム東京が主催する コンベンションイベントの受付スタッフのアルバイトをしていたところをプロデューサーの福島舞子にスカウトされ2011年12月25日に藤崎彩音と共に電波組、インクに加入。新メンバーの発表は同日に原宿アストロホールにて開催された後ベミューの卒業公演を兼ねたワンマンライブ、聖夜、宇宙に鳴り響く電波組、インクの愛と勇気と少しの電波。 電波ライフは終わらないにおいて、サプライズとして実施され、アト部が大きな箱を二つ用意し、その中から斎場と藤崎が登場するという演出が行われた。加入後の2013年、白戦車主催のネクストグラビアクイーンバトルで優勝。2014年3月12日に発売されたシングル、桜アッパレーションの初回限定斎場もが、番にはチャラが作詞。 作曲を手掛けた自身初のソロ楽曲、ニューロマンティックが収録された。2014年7月から12月にかけて放送された特撮ドラマ、ウルトラマンギンガエスでは、アンドロイドアンゼロ、マナ役としてレギュラー出演した。2015年12月10日、ファースト写真集、MOGA を、集英社より発売。また、同日発売の、 週刊ヤングジャンプの表紙関東グラビアも飾り、写真集には使われていない未公開カットが収録された。MOGA は12月21日付で1万619部を売り上げ、オリコン週刊本ランキングの写真集部門で1位を記録した。2016年4月から6月にかけて放送されたドラマ、重版出来。では、なし音役としてレギュラー出演した。 2016年秋に公開された映画版闇金牛島くんではモネ役として出演した。2017年8月6日、電波組、インクからの脱退をブログで表明。心と体のバランスが取れなくなり、このままで電波組、インクとして活動していくことがとても難しくなったと述べた。同年9月11日、体調不良のためこの日まで4週連続で、 アベマ TV のレギュラー番組、最上モガのモガマガの生放送を欠席し、この日をもって番組が終了することとなった。同年10月に放送された恋する香港では、エリー役として脱退後初のドラマ出演を果たす。2018年2月22日、セカンド写真集、モガミを終映者より発売した。2月25日の29歳の誕生日に、 ツイッターで年齢を初めて公開した。8月5日、電波組、インク脱退から1年の節目にリアステージとのマネジメント契約を解除。個人事務所、スプレマシーに席を移したことを発表した。12月6日、LINE 株式会社が運営する LINE ブログで2018年に最も活躍した LINE 公式ブロガーに選出され、 LINE ブログオブザイヤー2018グランプリを受賞した。2019年3月、映画、黒ガラス1、黒ガラス2に、オタク系、ハッカー、ヒロイン、ひな役で出演した。5月、目、テレドラマ、ビレバン。名古屋が生んだ奇跡のギリギリな物語に、ビレバンアルバイト、今中世紀役で、レギュラー出演。9月、スピードアゴン、小沢和隆が主催する舞台。 A ライブハウス、そこから星が見えますかに、舞台初出演した。11月、厚生労働省委託事業、地域若者サポートステーションのイメージキャラクターに就任した。12月、漫画原作者としてデビューし、増加ヤングジャンプラブに、読み切り作品、モノレント、作画、山田白美子が掲載された。2020年4月、公式版クラブ、 マジェリアムを解説した。12日、友人の森川葵と同時に YouTube チャンネル、もがチャンネルを解説した。森川とともにゲームプレイ動画等を上げていく予定としている。同年11月12日、自身のブログで第一子妊娠を公表。以前より結婚願望はないが子供が欲しいと公言しており、結婚の予定はなく、 選択的シングルマザーとして子供を育てていくことになる。2021年5月1日、女児出産を報告。インドネシアファッションウィーク2013に手紙を金色に先発したのは2011年3月頃で、当時親へ反抗心があったことを理由として挙げているが、その後の親子仲は良好と述べている。2012年及び2014年の2回ほど、 体調不良により一時休養したことがある。また、電波組、インクを脱退した理由も体調不良に起因するものであった。小学校の頃より男子から見た目のことで暴言を吐かれたり、女子特有のグループ行動に嫌気がさしたことが影響して、人と接することが苦手になったと述べており、前述したネットゲームの世界にはまっていく要因の一つになったとしている。 キャリー・パミュー・パミュー、橋本・環奈、鹿シカ宮コミヤ・リサ、森川・葵、世界の大有り・サオリと信仰を持つ。以前からブログやツイッターにおいてバイセクシャルであることを公言していたが、2017年にはテレビ番組でも改めてそのことを明かした。ネットゲームの中では女性であることを公表すると弱いというレッテルを貼られてパーティーから外されたり、 出会い目的の男性ユーザーに絡まれることが多いことから男性キャラを選択し僕の一人称を使用してゲームを行っていた青春時代のほとんどをネットゲームに費やしていたためその影響で現実でも僕の一人称を使用しているラグナロクオンラインは継続して10年間ほどプレイしていたと述べており当時は効率のために 両手と片足を使って3台のパソコンを同時に操作していた。電波組、インクメンバーの古川美人とは当時敵対している、ギルドに所属していたことが加入後に判明し楽曲、WWD の歌詞でこのエピソードが取り上げられた。音楽に目覚めたのは、小学生の時で音楽好きのいとこから借りた CD がコーンであったことを、皮切りにスレイヤー、マタリカなどを聴くようになって、 興味の幅が広がっていったとしている。特定のジャンルにこだわって、聞くよりも、季節やその時の気分によって選曲することが多いと述べており、よく聞くアーティストとして、フィアー、アンドロージングインラスベガス、シカのエゴイスト、シーナリンゴ、チャラ、アイコなどを挙げている。ゲーム音楽では、ファイナルファンタジー、サガフロンティア、黒のトリガーなどのスクエニ系のサウンドトラックを好む。 ドラクエ10オンラインは、1日平均8時間、1ヶ月、換算だと200から300時間くらいプレイしていた。電波組、インクに加入した理由として、もともとアイドルをやりたかった、人前で歌いたかったというわけではなく、親のリストラなどが影響した、家庭の事情、および、生きるためなどを挙げている。スカウトされた当時、最上はアイドルについて、 生まれた時から恵まれた環境で育った、恵まれた人間がなるべき職業、黒髪のロングヘアーで清潔感がありまん、人を消するこという考えを持っており、加入に前向きではなかったが、プロデューサーから、電波組は全員オタクだから大丈夫であると説得を、受けて、加入を決意した経緯がある。最上を加入させた理由として、モーニング娘。に、ことおまきが加入してブレイクしたように、 金髪の目立つ子を投入してそのきっかけをつかみたかった。それまでの電波組とは見た目も中身も確実に違う異分子が欲しいと思っていた時に見つけて絵がぴったり出来上がったと述べている。アイドル時代は単独ではグラビア活動が多く、それを通じて電波組、インクの知名度を上げることに貢献したと評された。2013年、 2015年の音楽雑誌マーキーに掲載されたインタビューによれば、当時の西条自身はソロで活動する思考は持っていないとしており、自分個人ではなく伝達組、インク全体を知ってもらうための入り口としてグラビア活動を行っていると述べていた。2012年から2018年まで、毎年自身の生誕祭、ガタンペを開催していた。また、 2015年4月より2019年10月までトークイベントもがひとえ、を開催していた連載漫画原作ありがとうございます。